YouTube のお写真でパーカーもらった。ウサギのスカート。何色もらったんですか？水色みたいなやつ。あ、もうめっちゃ可愛い。あの、ね、EC サイト限定なんです。売ってないんですよ、場内。そう、選手誰も持ってないじゃん。はい。見てないです。あなた伊勢崎にしたバカすぎじゃないですか。伊勢崎移籍してくださいって言われた。すごいやん、黄色い声が。ありがとうございます。皆さん、ご来場ありがとうございます。それと、伊勢崎 YouTube、の登録とご視聴をたくさんありがとうございます。今日はすごいメンバーですが、気持ちで負けないように頑張ります。応援よろしくお願いします。気持ちを込めて一生懸命走ります。応援してください。気合で走ります。応援してください。このいい風を、味方に、今日も優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。昨日テルテル坊主を作ってくれた皆さんありがとうございます。晴れました。今日はこの運を味方に、最後まで勝負していきたいと思います。応援よろしくお願いします。最後まで全力で走るんで応援よろしくお願いします。一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。8号車でスタート遠いですけど一生懸命頑張ります。最後まで、応援よろしくお願いします。最近動画撮る人多くなってるんですよ。カメラ結構何するの YouTube 結構わかるやつある。多分あげるんじゃないですか。あ、インスタとかだと。ありがとうございました。風強いのかありがとうございました。ありがとうございました。どうした？風強い。風強いですね。練習行っといた方がいいなこれ。風強い時は地元が有利してますもん。地元が有利ですね。でもこのメンバーじゃ関係ないです。
なんかカメラ回るとふざけなきゃだと思ったんだよ。ちょっとレース前だね。すごい。
すごく嬉しいです。シルクカップのような、いいスタートが切れて、はい、まあ、自分でも予想外というか、まあ、練習でも思い切ってきたんですけど打ってしまったりとかしてミスがあったんですけど、まあ、レースは本番はうまくいってます、今年、まあ、伊勢崎でずっと優勝できているので、また次も、気を抜かずに一生懸命頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。はい、おめでとうございました。どうぞ皆様声援の席をお送りください。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。いやーいいですね。いいですね。なんかあのお客さんの本当間近に行けて、はい、あんなにいっぱいいて、本当ちょっと何年ぶりかに。すごいいいですよね。いいですよね。ちょっと感動しました本当に。そう、私もちょっと泣いちゃいそうになったですね。はい、本当だったんですけどね、まあ、けど久しぶりになんか、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。